平成22年10月24日日曜日、菅総理は朝霞訓練場で行われた自衛隊記念日行事観閲式に出席しました。今年の式典は人員約3800名、車両約240両、航空機約60機が参加して行われました。自衛隊の最高指揮官である菅総理から訓示で、自衛隊の観閲式にあたり、規律正しく指揮旺盛なる隊員諸君の有志に接し、観閲官として誠に頼もしく思います。自衛隊は創設以来、我が国の平和と独立を守り、国の安全を確保するという国家存立の根本に関わる任務を遂行してまいりました。近年は国際的な活動を含め、任務は一層拡大しており、国民の自衛隊に対する期待も広範に及んでおります。さて、我が国周辺の安全保障環境を眺めれば、ミサイルや核兵器の開発が懸念される北朝鮮や、軍事力の近代化を進め、海洋における活動を活発化させている中国に見られるように、厳しさを増しております。国際的にも、大量破壊兵器の拡散、国際テロや海賊被害などの多様な事態への対応が、ますます求められております。こうした中で、自衛隊は、時々の国際情勢のもと、多様な事態に実効的に対処しうる体制を常に取っておく必要があります。真に役に立つ実効的な防衛力整備を進めるため、これからの時代にふさわしい防衛計画の大綱を本年末までに策定する予定です。次に、安定した安全保障環境は、地域の平和と繁栄の前提となっており、国際社会の課題の解決に国同士が協力して取り組むことは、ますます重要になると考えます。私はかつて、我が国の PKO 活動の原点であるカンボジア PKO の現地タケを訪問し、現地の方々が自衛隊の真摯な活動を称賛する様を直接目にいたしました。現在もゴラン高原、ネパール、スーダン、ハイチ、アデン湾、さらには東ティモールといった各地で隊員諸官が頑張っております。自衛隊はこれからも国際的な安全保障環境の一層の改善を目指して、国際的な活動に果敢に取り組むとともに、防衛交流や多国間の安全保障枠組みでの取り組みについても意欲的に進めていく必要があります。日米同盟については、我が国の防衛のみならず、アジア太平洋地域の安定と繁栄を支える上で重要な役割を果たしております。本年は日米安全保障条約の改定から50周年にあたります。この同盟関係を21世紀にふさわしい形で着実に進化させていきたいと考えております。さらに、国内の自然災害、その他の緊急事態に対する対応も重要であります。自衛隊は各種の自然災害への対応のほか、宮崎県において発生した校庭駅への対応においても、
長期間にわたり真摯な活動に取り組み、県民からも高く評価をされました。今後とも国民生活の安全のためにも、自衛隊はその持てる力を十分に発揮していくことが求められております。これからも自衛隊は国民の負託と期待に応えるべく、全力でその広範な役割を果たさなければなりません。そのために私は自衛隊の最高指揮官として、隊員所管に対して次の3点を望みます。第1は、自らの任務に関する知識と技量を十分に持てということです。隊員所管には自らが安全保障のプロフェッショナルであるとの気概を持ち、内外の情勢、そして国民の自衛隊への期待をよく知るとともに、自らの任務に必要な知見を十分に寛容し、その技量の錬磨に努めてもらいたいということです。第2は、自らが自衛隊員であることを常に自覚せよということです。隊員としてふさわしい倫理観と常識的な判断力とを常に維持することが、国民からの一層の理解と信頼を得るために重要だからです。第3は、真の勇気の持ち主であれということです。隊員所管はことに臨んでは危険を顧みず責務を全うすると宣誓した自衛隊員であります。真の勇気を持つ者として、万が一の事態における瞬発力や積極果断な姿勢を平素から寛容してもらいたいと思います。いにしえより百年兵を養うは一朝のためにありと言われます。長年の訓練の成果はいざという時に、しかも急に問われるものであるということを教える言葉です。緊張感に裏打ちされた持続的かつ真摯な歩みを隊員所管一人一人が忘れずに、しかも日々実践すること、このことが国民の自衛隊に対する期待に応える基盤をなすものであることを述べ、隊員所管がますます任務に精励されることを強く希望して、私の訓示といたします。訓示の後、陸上、海上、航空の各自衛隊部隊の行進を観閲。次に全国各地の基地から航空部隊が参加。陸上自衛隊から各種ヘリコプター、偵察機、海上自衛隊から救難飛行艇、哨戒機、多用機、航空自衛隊から輸送機、戦闘機、続いて陸上自衛隊、航空自衛隊の車両部隊を観閲しました。